フロー人間出身のサッカー選手、キュラソー代表選手である。カーディフシティ FC に所属する。ポジションは MF、DF を務める。2009年10月30日に FC フロー人間でエールディビジンにデビューした。同年11月6日のヘラクレス・アルメロ戦でプロ初得点を記録した。2013年6月13日にプレミアリーグの アストンビラ FC に3年契約で移籍した。背番号7番を背負う。同年11月28日のマンチェスターシティ FC 戦でプレミア初ゴールを記録した。アストンビラでは主にサイドバックを務めた。2015年8月20日にアストンビラとの契約を延長した。そのシーズンにチームは2部に降格するが、バクーナはチームに残留した。 2017年8月13日、レディング FC と4年契約を結んだ。2019年1月31日、カーディフシティ FC に移籍。契約は4年半で移籍金は300万ポンド。両親がキュラソーにルーツを持っている。キュラソー U-20 代表に招集された経緯があったが、その後はオランダ代表のユースに招集された。2016年3月に、 キュラソーの A 代表に初招集された。3月28日のバルバドス代表戦で代表として初出場した。ありがとうございます。